はいどうもこんにちはこんばんは。シーズン4で無料でもらえるものは全部もらっておきたい人は高評価、どうもゼルフィーです。ということで今回はなんですけど、ちょっと待って、最初の挨拶が適当すぎて面白すぎる。ということで今回はなんですけど、皆さんね、シーズン4が始まったと思うんですけど、シーズン4にはね、無料でもらえる報酬っていうのがね結構あって、でね、僕ね今回の無料でもらえる報酬っていうのがね結構良かったんですよ。かなりちょっと皆さんにね、まあ、知らないよりかは絶対に知ってもらった方が得すると思うので、今回はね現時点であるね無料でもらえる報酬をねちょっとすべて紹介していきたいなと思います。ということでやっていきましょう。さあ、ということでね、早速紹介していきたいと思うんですけど、まあ、今回ね、紹介していくのの大体がね、まあ、バトルパスのものが中心なんですよね。ということで、まずね、早速紹介していきたいと思うんですけど、まず一つ目、こちら、ビフレストグローなんですよね。で、これね、普通にかっこいいし、これ、レアリティがマーベルシリーズなんですよ。で、マーベルシリーズのものが無料でもらえるってことが結構少ないので、もうこれはレアでしょうということでね、まあ、コントレールなんで、まあ、そんなすごい目立つわけでもないんですけど、でも、マーベルシリーズのね、しかもコントレールで無料でもらえるって結構なんですよ。で、ピアニーってことは多分誰でももらえるんじゃないかな、これ多分ちゃんっていうか普通に1日ぐらいやってももらえるでしょ、これぐらい誰でも多分。まあなのでね、皆さんこれもらってみてください。で、あとは普通にここでね 100V もらえますと。で、次ねもらえるのがこの MCG ってグライダーですね。 MCG ってグライダーなんですけど、これも普通にかっこよくない？これが無料でもらえてしまうんですよ。で、しかもこれもね、レアリティがマーベルシリーズっていうかね、今回このバトルパスで無料でもらえるものって大体ねマーベルシリーズのものなんですよね。で、しかもね、それが今シリーズはね無料でマーベルシリーズのねレアリティのものがたくさんもらえてしまうと。これはねレベル上がりにくいかもしれないけど、もう頑張って多分もらった方がいいですマジで。でね、この MCG を実際に使ってる感じがねこんな感じです。で、次はこの壁紙だったり、このね、はい、このステッカーですね。まあ、ここら辺は正直みんないらないでしょ。で、あとこれもね、この音楽。僕もだって音楽ないもんだって。あんまつけてる人いないんじゃないの、この音楽。まあ、僕はつけてないんで正直いらないんですけど、まあ、音楽とかもしつけてる人がいればこういうのとかも結構いいんじゃないでしょうか。で、次これ。スケールオブジャスティス。これかっこよくない？これはもういいでしょ。これ無料でもらえちゃうんだよ。え、神じゃない？これ本当に。普通にかっこよくていろんなスキンに合わせられると思うんでね。皆さんもね、もしよければこれ使ってみてください。ティア23ですね。これは。で、次このステッカー、ガンマフレックスですね。これもね、いいよね。うん。で、次これ。このコントレイルじゃなくてラップでしたね。このね、ラップが無料でもらえてしまうんですよ。見てください、これ。普通にかっこよくない？このラップ。え、これ無料でもらえちゃうんだよ。これはね、ティア33なんですけど、あ、レベルか。レベル33なんですけど、もうこれね、もらう価値あるんでね、レベル33まで上げた方がいいと思います。で、まあね、実際に使ってる感じはね、こんな感じです。ということで次なんですけど、こちら、グルートサップアックスですね。これ良くない？しかもこれね、二つにできたり、片手だけにできたりするんで、これいいんすよ。で、しかも普通にかっこいいし、まあ、安定のレアリティはマーベルシリーズと。もうこれは普通にマジで37ぐらいなら上げた方がいい。ギリギリ上がるでしょ、37なら。まあね、このピッケル実際に使ってる感じはこんな感じです。で、次はね、このスプレーですね。まあ、スプレーはスプレーですね。あんまり使わないと思います。で、次、ラップ。このラップも良くない？しかもこれ、動いてんの。アニメーションのラップが無料でもらえちゃうんですよ。しかもこれもマーベルシリーズと。ま、全部マーベルシリーズなんですけどね。で、これはティア48なんで、いや、ちょっとバトルパス買わないでやったのが、シーズン3、チャプター1のシーズン3以降ないので、どれくらいレベル上がんないのかがちょっとわかんないんで、あんまり言えないんですけど、これもね、もらえるのであれば絶対もらった方がいいと思う。ということで、これのね、実際に使ってる感じは、こんな感じです。で、次はですね、この 100V バックスですね。まあ、これももらっておいた方がいいと思います。V バックスなんで。で、このスプレー。これも普通にかっこいいよね。まあ、多分使わないけど。で、このバナーですね。バナーも正直いらないでしょ。で、来たこれ。これ超かっこよくない？これ無料でもらえちゃうんだよ。ドゥームカリス。いやー、これね、68だから結構高いんですけど、これはね、本当にもらっておいた方がいいと思う。あげれるのであれば、本当にここまであげた方がいいと思います。だって、これ、バリかっこよくない？これはね、本当にあげた方がいいと思います。で、次このロード画面ですね。このロード画面も普通にね、おしゃれだからもらっていいと思う。で、バナー、このコントレール、そう。コントレールがね、84まで上げればもう一個もらえちゃって、ジップリボンってやつだね。これもめちゃくちゃかっこいいんだよね、本当に。で、次こちら、インベーターチョイスっていうめちゃくちゃかっこいいラップ。これ無料でもらえちゃうんだよ。ティア91まで上げたら。神じゃない？これ無料でもらえちゃうのは。だってさ、アイアンマンのラップだよ。アイアンマンのラップが無料でもらえちゃうんだよ。これはね、上げれるのであれば91まで上げてもらった方がいいと思います。
で、ラストこの 100V バックスですね。まあ、あとはね、無料でもらえるのないんですけど、結構ね、無料でもらえるもの多いんで、もう本当にもらえるものは、じゃあもらっておきましょう。まあ、ちょっとね、レベル上げるの辛いかもしれないけど、もう多分ね、楽しんでやってれば多分上がると思うんで、今シーズンも結構楽しくなると思うんで、皆さんね、もしよければ本当にやり込んで、僕の動画もたくさん見てください。で、あとはね、このグライダーですね。これね、ビゴライ傘なんですけど、僕ね、今までのビゴライ傘の中でこれ一番かっこいいんじゃないかなと思うんでね、しかもマーベルシリーズのやつなんでね、これは絶対にもらった方がいいと思う。だって、前回のシーズンこれだよ。まあ、これもまあ悪くないけど、それがね、今シーズンはこれになったんですよ、ビクロイがさ。明らかにこっちの方がかっこいいじゃん。まあ、いつか飽きるかもしれんけど、これはね、マジでもらっておいた方がいいと思う。多分ビクロイだったら、今シーズン毎日やってれば多分、絶対できると思うんで、別にね、このビクロイ傘もね、絶対にもらっておいてください。これもマジでかっこいいんで。ということで今回はね、シーズン4で、まあ、現段階で無料でもらえるね、報酬をいろいろ紹介したんですけどね、結構ね、前のシーズンとかと比べると、無料でもらえるものの質とかもね、結構上がってきてるんで、本当にね、もらえるものは本当にもらっておきましょう。ということで皆さんね、なんかこの動画がいいなと思ったり、まあ、思わなくてもね、チャンネル登録と通知にしておいてください。ということで今回はね、こんな感じで終わりにしたいと思います。では、バイバイ。